9インチネイルズ、9インチネイルズ、9インチネイルズはアメリカ合衆国オハイオ州クリーブランドで結成されたインダストリアルロックバンド。1989年にシングルダウン・イン・ットでデビューを果たした。その斬新かつ精密なサウンドプロダクションやビジュアルワーク、過激なステージング、内省的な世界観は更新のアーティストに大きな影響を与えた。それまで アンダーグラウンドシーンの一つであったインダストリアルロックをオーバーグラウンドに持ち上げたバンド一つでもある。1993年と1996年にはグラミー賞のベストメタルパフォーマーに選出された。2011年ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第93位に選出された。メインコンポーザーのトレント・レズナーは 1997年のタイム誌が特集を組んだ最も影響のある25人のアメリカ人の一人に選出されたこともある。略称はン。ロゴは3文字目の N が左右反転され NI に似たアンビグラムになっている。ただし印刷物やテキストデータでは普通にンと書かれる。ナインインチネイルズは1988年に活動を開始している。 レズナーはアメリカ・オハイオ州のクリーブランドにあるインディペンデントレーベルナイトトラックスタジオにデモレコーディングを行った。それは1994年にピュアレスト・フィーリングというタイトルがついた海賊版となってリリースされた。そのデモを複数のレーベルに送り、その後 TVT レコーズとの契約を結ぶ。ピュアレスト・フィーリングに収録された楽曲に いくつかの新曲を加え、1989年にプリティ・ヘイト・マシーンがリリースされた。このアルバムはイギリス・ロンドンでレコーディング作業が進められた。この作業にて、レズナーはイドリアン・シャーウッドとの最初の共同作業を行った。この後、シャーウッドは2000年までしばしば任の作品にクレジットされることになる。このアルバムは親しみやすいメロディーと内省的な歌詞。 暗く美しいサウンドに彩られたアルバムとな、ダウン・イン・イットとヘッド・ライク・ア・ホール、シンがシングルカットされ、シンを除いた2曲のビデオクリップが MTV で頻繁に放送された。シンについてはその内容が過激すぎるために1997年のビデオ作品、クロージュアまでその映像が公にされることはなかった。プリティ・ヘイト・マシーンは、 爆発的なセールスを記録することはなかったものの、リリースから2年にわたって、ビルボードにチャートインする、息の長い作品となり、結果的に100万枚のセールスを上げることになった。任は、最初の北米ツアーを、スキニーパピー、ピーター・マーフィー、元、バウハウス、ジーザスメリー・チェーンと共に行った。任の破壊的なステージングはこれまでのシンセサイザーを、 使ったバンドとはあまりにも異なるスタンスであったために、すぐに大きな噂となった。破れたジーンズを履き、綱紐を天井に引っ掛けて、首や胴体に巻きつけて歌うパフォーマンスも行っていた。この頃は、金がなかったため、代行料金をどう払えばいいんだいや、音楽をした頃、親父に買ってもらった機材のクソ古いテーブルをまだ、使っていたなどの発言がある。1991年に、 プリティヘイトマシーンのツアーの一環として、最初のロラバルーザに出演た。その後アメリカで、ガンズローゼズのツアーに帯同するなど、その活動規模は徐々に大きなものになっていったが、所属していた TVT レコーズによる作品への干渉が強くな、みたいになれなどと、レーベルから圧力をかけられていた。任は TVT レコーズからの移籍を決意する。この移籍問題は裁判沙汰になり、 裁判中のレコーディングが禁止された。しかし任は別名を用いてプリティヘイトマシーンに続く作品のレコーディングを開始した。1992年6曲の新曲に2曲のボーナストラックを加えた EP ブロー君が TVT レコーズとの裁判が終了した後にリリースされた。この作品のインナースリーブに記されたライナーノーツによると 本作の激しいライブ感が溢れるサウンドは1991年、当時のライブメンバーからの影響が大きいという。この EP に収録された、ウィッシュは、スロッピンググリッスル、コイルのピーター・クリストファーソンによって、ビデオクリップが制作された。この EP からは、シングルカットは行われなかったが、ウィッシュの他に、ハッピネス・イン・スレイバリー、ピニオンのビデオが制作された。中でも、 ハピネス・イン・スレイバリーのビデオクリップの過激さは群を抜いており、作中でボブ・フラナガンというパフォーマンスアーティストが彼自身が横たわった機械に体をえぐり取られて殺されてしまうという内容であった。当然ながら MTV などでは放送されることがなかった。これらのビデオクリップはブロークン・ムービーと呼ばれる CD のプロモーションを目的とした短編映画のために撮影された。 内容が非常に過激であり、また本人たちがマスコミに騒がれることを嫌って、正式に公開されることはなかったが、海賊版ビデオが出回っている。なお、ビデオ作品、クロージャーにおいて、ブロークムービーで使用された楽曲のビデオクリップを見ることができる。ウィッシュのビデオクリップについては、1995年にライブ映像を使用したビデオクリップが再度制作され、 MTV で放送されているのはこのバージョンになる。また、ゲイブアップについても、後に、ザ・ダウンワード・スパイラルがレコーディングされる、ラピック・スタジオにて、ビデオクリップが制作された。このクリップには、マリリン・マンソンが登場している。また、ゲイブアップには、ブロークン・ムービーのラストシーンを抜粋したバージョンのクリップがある。男が拷問されて、チェーンソーで切り刻まれ、レイプされ、 ナイフで、めった雑しにされた挙句加害者に増物を、貪られるという、ハピネス・イン・スレイバリーと並ぶ残虐な内容である。ブロークンがリリースされた2ヶ月後に、唯一のフォローアップ作品となる、フィックストがリリースされた。ダニー・ハイド、ジェイジー・サウェル、ブッチ・ビグ、ゲン、ガービッジ・ラオ、リミキサーとして起用し、ブロークンに収録された、いくつかの曲をリミックスした。 1994年には、セカンドアルバムとなる、ザ・ダウンワード・スパイラルをリリースした。このアルバムは、ビルボード氏のチャートで、初登場2位を記録し、任の評価を決定的にする作品となった。2003年にローリング・ストーン氏が企画した、500グレイテストアルバムズ・オブ・オール・タイムの200位にランクインし、2005年のスピン氏が企画した、100グレイテストアルバムズ、 1985二千五の25位にランクインを果たした。任はこのアルバムのフォローアップツアーとして、セルフリストラクションツアーと関されたツアーを行った。このツアーの中で、ウッドストック1994に参加した。ウッドストック1994は、土砂降りの宇宙でライブが行われた。泥まみれの観客が待つ中、バンドメンバーも泥まみれの姿で、 ステージに登場したニンのパフォーマンスは、ニンのキャリア中で最も有名なエピソードの一つとなった。ライブの直前はいつも吐きそうな気分だった。それは本当にナーバスな日だった。ステージに向かう途中で俺が何を押したら奴は顔から泥に突っ込んだんだ。で、奴が俺にタックルしてきて、それは男だけの泥レスリングみたいなのに変わった。 それをやった後、不安はすっかり消えたんだ。とトレントは言っている。さらに、トレントは、オリバー・ストーン監督の、ナチュラル・ボーン・キラーズのサウンドトラックをプロデュースした。ンはこのサウンドトラックに、サムシング・アイ・キャン・ネバー・ハブ、ア・ウォーム・プレイス、そして当時未発表曲の、バーンを提供している。1995年には、セカンドアルバムのリミックス作品となる。 ザ・ファーザー・ダウン・ザ・スパイラルをリリースした。この作品は、US 版と UK 版の2種類が発売されており、それぞれ収録曲が異なっている。本作では、AFX ツイン、有名プロデューサーのリック・ルービンらがリミックスを手掛けいる。なお、リック・ルービンのリミックスには、ジェーンズ・アディクションのギタリストであるデイブ・ナバロが、ギターで参加している。同年、デビッボーインのシングル、 ザ・ハーツ・フィルシーレッスンのリミックスを手掛け、ボーイと共にディソナンスツアーと関されたツアーを行った。これはまず前座の人が演奏し、その後ステージにデビット・ボーイが登場してそれぞれ互いの曲を共演、そして人がステージを降りデビット・ボーイの演奏に移行するというものあった。ボーイはトレントと共にレプタイルやハートを歌った。トレントの愛犬。 ゴールデンレトリバーのマイセが3階から落下して死亡。1996年には PC ゲームクエイクのサウンドトラックをリリースした。ただしこのサウンドトラックはトレント・レズナーの個人名義で作成されている。1997年にはデビッド・リンチ監督のロスト・ハイウェイのサウンドトラックのプロデュースを行った。これは リンチ自らがトレントにオファーを申し込んで実現したが、この時リンチは、トレントに、ナチュラル・ボーン・キラーズのようなサウンドトラックを作ってくれ、と頼んだという。このサウンドトラックには、ザ・パーフェクト・ドラッグが収録された。この曲アートに、ミート・ビート・マニフェストやジ・オーブラのリミックス5曲を収録したシングルとなってリースされた。また、再び、デビット・ボーイのシングル、 I, イ・ m a f r フレ d of America's のリミックスを務めた。この楽曲のビデオクリップには、合意のストーカーとしてトレントが出演している。同年11月には、初の公式な映像作品となる、クロージャーがリリースされた。この作品は、VHS 日本組となっており、テープ1と名打たれた方には1994年から1995年にかけて行われた。 ルフディストラクトツアーの模様をテープにとめ打たれた方にはデビュー当時から1997年の間に制作されたプロモーションビデオが収録された。このクロージャーの DVD 化の話が出ていたが全マネージャージョン・マルムとの金銭問題などでジョン・マルムがクロージャーの映像貯金の一部を保有しているためリリースできず2006年にトレント本人が 自分の PC に不正アクセスがあり、データがリークされてしまったため意図的にネットの p に p に DVD データを流出せている。このデータはビットトレントなどでダウンロードできる。1999年の9月に2枚組アルバムザ・フラジャイルがリリースされた。この5年ぶりのサードアルバムはリリースされた最初の週にビルボードチャートで1位を獲得したが、翌週には ビルボードのトップ10から脱落した。そのために予定していたアルバムリリース後のツアーに必要な経費はトレント・レズナーのポケットマネーから捻出することとなった。このアルバムからの先行シングルザ・デイ・ザ・ワールド・ウェント・アウェイのカップリング曲として収録されていたスター・ファッカーズ・インクの歌詞が当時の音楽シーンに対する痛烈な批判と言われ大きな話題となった。 スター・ハッカーズ・インクの内容には、マリリン・マンソンに対する批判も含まれていた。マリリン・マンソンは、ザ・フラジャイルがリリースされた際に批判的なコメントを出しており、トレント・レズナーとマリリン・マンソンの不仲は続いているものと思われていた。しかし、スター・ハッカーズ・インクのビデオクリップにマリリン・マンソンが出演したことで和解が表明された。バンドは1999年により、 フレジラティと名打たれたツアーに出る。このツアーはまずはヨーロッパと日本で行われた。そのツアーが一旦終了した後にザ・フラジャイルのリミックスルバムとなるシングス・フォーリング・アパートがリリースされた。これにはエイドリアン・シャーウッドやデーブ・オギルビ、チャーリー・クローザーのリミックスのほか、ゲイリー・ニューマンのカバーであるメタルが収録されている。その後バンドはアメリカツアーを行い、 そのツアーの様子を収めた、And、&all that could have been が2002年にリリースされた、And、&all that could have been は VHS、DVD、CD の形態でリリースされた CD 版には初回生産限定版にスティルが付属されたこれは既発曲や新曲をピアノを主体としたアレンジで収録したもので人の持つ性の要素を全面に押し出した作品となっている なお、スティルは、後に、単体で、リリースされたが、日本版は、リリースされていない。2004年、トレント・レズナーが、ミュージック・コンサルタントを務め、テーマ曲に起用された、ザ・フラジャイル収録の、ザ・マーク・ハズ・ビーン・メイドなど6曲を提供した、トー・スコット監督の映画、マイ・ボディガードが公開された。2005年3月、シングル、ザ・ハンド・ザ・ト・フィーズが発売。 続いて5月に約6年ぶりとなるアルバム With Teeth が発売される。この作品にはデイブ・グロール、ゲン、フーファイターズ、モトニル・バーナやゲム・アーチャーなどが参加している。従来までの神経質かつ細部まで作り込まれたサウンドを配し、ラフなバンドサウンドを主体としたこのアルバムは全米1位を記録。またトレントの精神性にも大きな変化が見られ、 自らの心の闇よりも社会に対する怒りを表現するようになったと言われる。同年の MTV ムービーアワードでは、ザ・ハンド・ザ・ットフィーズをジョージ・ W. ブッシュ大統領を批判する映像をバックに演奏しようとするが、MTV 側が難色を示したため出演を辞退している。2005年から2006年にかけて w i ズ・テ e e スツアーを行う。このツアーの様子を収めた映像作品。 ビサイドユーインタイムが翌年の2月にリリースされる。2007年にはアルバムイヤーゼロレイ原点をリリース。前作から2年という短いインターバルで発表された。トレントは本作がオーストラリアで法外な値段で売られていることに憤慨し固定ファンから搾取しようとするレコード会社のやり方を通列に批判。これをきっかけに 作品のリリース形態に新しい試みを取り入れていく。まずは、トレントが制作に携わったソウル・ウィリアムズのアルバム、ザ、e ・インエビタブル・ライズ・リベレーション・オブ・ニー・ディ・トルダストを購入者が値段を0ドルか5ドルかを選べる方法でダウンロードリース。しかしこの試みは、トレントの思惑通りにはいかなかったようで、有料ダウンロードが全体のわずか18.3%であったことに、 トレントは落胆した。しかしトレントはこれにめげず、今度は自身の新作、ゴースツ、アイゴーを発表する。全2作がロックよりの比較的シンプルなアプローチだったのに対し、インスト中心でアンビエント色を強めた本作は、全36曲中9曲は無料、残り27曲は5ドルでダウンロードでき、さらに2枚組の CD、DVD 付きのデラックスエディション。 レズナーのサイン入りのウルトラデラックスバージョンというように様々なリリース形態が用意された。続く、ザスリップに至っては全曲を無料で配布した。ザ・フラジャイル収録の、ジャスト・ライク・ユー・イマジンド、ジャスト・ライク・ユー・イマジェンドがザック・スナイダー監督の映画、300、300の予告編テーマソンに使用された。9インチネイルズとしての活動再開をアナウンスし、 J.Z. 主催のメイドイン、アメリカやフジロックフェスティバルに出演。8月30日、前作から5年振りとなるアルバム、ヘジテーションマークスを発売。本作はメジャーレーベル復帰作でもあり、アメリカではコロンビアレコードからヨーロッパや日本ではユニバーサルミュージックからのリリースとなる。前衛アルバムチャートでは初登場2位を記録し、アメリカでは 発売初週に10万7000枚を売り上げて、ビルボードを200チャートで3位にランクインした。ゴーストォー収録の13ゴース2が、ギャレス・エヴァンス監督の映画、ザレード国土のエンディング、14ゴース2が、エンドクレジット及び、BDDVD のメニュー画面に使用された。人の音楽的な特徴として、ウィッシュで聴くことのできる、インダストリアルの重たく、 創造しいサウンドが特徴である一方、ダウンイニットは1980年代のエレポップからの影響を受けている。その一方で、ハートに代表される美しいメロディを特徴とする繊細な曲も多い。また、インダストリアルやノイズのみならず、エレポップやビッグビート、アンビエント、ポップなハードロックヘビメタルなど、様々なジャンルから影響を受けている。 楽曲のテーマとなっているのは一貫して怒り、渇望であり、自らの内側からのインスピレーションにこだわり続けた憂鬱なサウンドは暗く圧倒的な存在感を放っていた。近年はレズナー本人のメンタル面の安定や成長もあり、以前のような陰鬱さや攻撃性は抑えられた代わりにアンビエント的な内省と静筆さを取り込み始めいる。 また制作活動におけるインスピレーションが内側から外側の出来事に変わってきたこともあって表現方法に変化が現れている。それは2005年にリリースされたアルバム With t e ス s e で聴くことができる。正式なメンバーはレズナーのみだがレコーディング及びライブ活動の際には当然他のミュージシャンをメンバーとして迎え入れることになる。スタジオでの制作活動はレズナーと その他のスタッフ、アラン・モールガー、アティカス・ロスなどにより行われ、レズナーがその作業をコントロールしている。アルバムごとに、形態は異なり、詳細は作品ごとのクレジットにて確認できる。ライブでの活動は、アルバム制作後に、オーディションや友人の紹介などでメンバーが決まる。そのため、ツアーの度に、メンバーは大幅に入れ替わる。 1989年から1994年、1994年から1997年、1998年から2000年、2005年から2007年、2007年から2008年、2009年、2013年、2014年、膨大,大な人数になるためにすべてを列挙することは、不可能だが、比較的著名な参加者を表記する。 ンの公式作品はそれぞれ、ヘイロー、ヘイローとは例えば製造の頭の周りやその髪型に描かれる後輩、五弧の意味を冠したシリアルナンバーが付けられている。ンは作品のフォーマットによって同じタイトルでも内容が微妙に変わることがある。例えば、ザ・フラジャイルの場合、CD では合計で二十三曲が収録されているが、アナログでは二十五曲が収録されている上に、 いくつかの曲では別バージョンが収録されている。また、同じ作品でもアメリカとヨーロッパ、日本で収録曲が変わっていることがある。アルバムをリリースした後にリミックスアルバムをリリースするのが通例となっており、アルバムリリースの度にリミックスアルバムのリリースが期待されている。2004年にナッシングレコードが事実上活動を停止した関係からか、 それ以降の先行シングルを含めたシングル曲のリリース形態はアメリカとヨーロッパで大きく異なっている。アメリカでリリースされている12インチシングルはリミックス曲が多数収録されており、それらはヨーロッパや日本でリリースされているシングルでは聴くことができないものが多い。2000年2000ジャパンツアー2005年サマーソニックレイゴヘッドライナー 2007年9インチネイルズパフォーマンス20072009年サマーソニック20092013年フジロックフェスティバル132014年ジャパン2014楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。